これ実況向けじゃねえかな。フリーズがすげえな。これ止まんなよ。止まんな。怖い。大丈夫か。よかった。この辺ですぐ止まるんだよな。さあ、頼むからもうそろそろなんか出てくんねえかな。マジでよ。まあ、10連自体初めてだからあれだけどよ。なんとも言えねえんだけどよ。ホタっていうのがなんか多いよな、これ。お？なんだこれ。まあ、お！え？これあれじゃねえか。あんまりこれさっき出てたぞ、ピックアップとかで。やっ、お！思いっきり。キリンじゃねこれ。え、マジ？おったーあ、いやー、出たー、ついに出た星4。ガチャで初めてだ。ガチャっていうか、正体で初めて出た。お！お、今回、お？これは何だ？苦手なステップは。これは、あんまし出てなかったけど、これは違うか。飛んでなんか、こういう演出されるとみんな当たりっぽいよな。え？あ、星3だ。星3もほとんど出てなかったぞ。いや、めっちゃ出なかった。おぉ！致し方ありませんね。あれ、これは、あれ、これなんか出てたぞ、なんか。これも。え、マジ？これは、だって、あー、違った。あれ、なんかこれと似たやつ、なんか星4で出てたやつやったけど、気のせいか。音と一緒に繋いでくれるかな？音なんだこれ。すげえ音が出んだけど。あー、これ。これ、ちょっと待って。これ当たりじゃねえの？この光景、占い通り。ちょっとあんまちゃんと見てねえからわかんないけど。え、これ当たりっぽくね？めっちゃ出てんだけど。嘘でしょ。あれ？あ、違った。え？違ったっけ？あ、もうちょっとちゃんと調べないとわかんねえな。あ、すげえ、めちゃくちゃ出るんだけど。ここからは、いや、これはなんか、見た目的に、星2っぽいな。これ星2だろ。みんな、こっちこっち。え、俺のあれかい？いや、これは多分違う。そうだよね。オジロヌーって言うんだ。出るな！すげえ出るな！さすが10連っていうところか。おはーい。やったアニメメキリンは嬉しいな。いざとあら、かわいい言葉じゃない。このマフラーでペチンペチンしちゃうの。嬉しいな、やってくれ。あとはキックかな。キックは痛そうだな。キリンのキックって半端ないんでしょ。ライオン殺せるんでしょ。やべ。あ、いけね、あ。いいんじゃねえか。結構、いいぜ、これ。これは、10連正解だったんだ。っていうか、よくフリーズしなかった。ずっとフリーズしてたんだよ、単発の時でも。なんでこんな単、なんでこんなフリーズするんだって思うから、本当にフリーズしてたからね。そう、どれだ？あ、いた。いた、いた。隊長ちゃん。なーに？で、これ確か触れ合いってやつだ。ほら。これでなんかなでなでとかできるんだよね。そう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 、こういうのをね、ちょっと人の動画で見てね。俺ちょっとやりてえなと思ったんだよ。あれ？どうやってんだこれ。あれ？ちょっと待って、ちゃんとやる。気づいてしまったね。え、何が？いや、俺ずっとそこ、あの、ゆったり過ごしたい。どうやってこれ、足とか撫でてみる。やったねやったねなんかやっぱこれ、スナネコになるなんですよ。いや、俺、足撫でてるんですけど。はい、というわけで今日で4日目ですね。はい、で、はい、ログインボーナスいただきましょう。あ、そうそう。アシスタントにしました、早速。のんびりゆったりするための素敵なプレゼントだよ。あのね、なんか、ちょっと好きなタイプですね、この性格。なんかマイペースみたいな感じの。いいですね。アニメちゃん好きになりそうだ。もっとゆったりしてるよ。あ、ゆったりしたいな。やっぱちょっと、この子とね、俺性格合いそうだわ。なんちゃってー。あ、可愛いからいいや。あ、結構弾けますね。なんか、白猫をやったことあるんですけど、結構それよりも弾ける感じある。10連めちゃくちゃ弾きやすい。ただ、その代わり出ないね。あれだな、ボトと混ざってるせいだな。お、出た。おー、新しいフレンズ出たー、やったー、どんどん出てほしいですね、本当に。やっぱりすげえな、みんな。めちゃくちゃ演出するな。いやー、星2でこんなに演出してくれるんだ。すごいね、このゲーム、本当に。めちゃくちゃ容量。あ、これ大倉み、この子ね、結構強いんですよ。かぶってどうなんだ、これ。なんか、いいことあんのかね。いやー、音が多いね、ほんとに。音はいいっす。お、出た。お、出た。お、これアルマジロじゃね。あ、たまにはすごいの。あれ、これ当たっちゃうね、マジで。これね、獣フレンズ2がね、出てたね。おおおお、そんな、
そんな激しい攻撃するの。え、2?2 なのこの子。ま、まじ、あ、いや、これは、出てたの？かぶるな。かぶっちゃう。あー、出たー、やったーやったー、コツメさん出た。いや、これは嬉しいな。え、これ、当たりでしょ。これ、ほ、うわ、かわいいね、これ。やっ、星さんなの。あ、意外とこういう、なんかメインで出てきそうなキャラ、星さんになっちゃうんだ。あ、結構出るね。お、カバ、カバじゃん、違う。え、お、これ当たりじゃねえか。ちょっと、星4と星3、星2、区別できねえんだけど、俺。わかんねえんだけど。これは、だって、あ、山爆。なんか爆率高えな。爆高えな。爆率が高いな。あー、終わっちゃった。マレー爆。あ、いけねえ、あ、いけねえ、スキップしちゃった。あー。まあいいや。あ、これは星4、一個もねえな。これはいわゆる爆死ですかね。いや、でも結構フレンズ出たよ。めちゃくちゃ出てんだ。これ 4匹も出てる。すげえ、運いいんじゃね。せーい、ということで、キラキラ貯めましたよ。で、130個で、買えるっていうね。130個で充電引けるって超お得ですね。そろそろなんか出てほしい。そのっていうか、さ、マイペースのとこさ、フリーズしたんだけど、もうほんと、フリーズやめてくんねえかな。ことか。なんでこんなフリーズするか。出た、こいつ嫌い。待って、なんか出た。にゃー、しましまだ。この子さ、ずっと出んだよね。なんか一番最初のディシマダしようと思ったんだけど。あれだよね、これ必ず出たから、多分、確定なんだな。ちょっと待って。いや、やめて、やめて、ちょっと待って。ちょっとやめて。お願いだから、なんか、嘘だ、ちょっと待って。なんでそんなに出るだ。おっ、来た、来た、来た、頼む、来て。いやー、かぶった。にゃー、終わったし。うわ、いや、これは最悪じゃねえか。これは爆死の爆死だろ。さあ、ということで、第3章クリアしたんで、いよいよですね、これ新しいやつが出たんですよ。これ、新井さん隊長日誌ってやつ、これやってみたいと思います。これは俺向けだろ、ほんとに。いや、これは出てこない。あー、出たー、新井さん出た、新井さん今回のために警察してくる。あー、かわいいね。これは超嬉しいイベントですね。はい、で、メンツこんな感じです。いろいろ出たんですけど、フリーズしてね、ほとんどあれしたんですけど、これはね、もらいました。チケットで。今のところ一番強くしてます、スナネコね。はい。いやー、で、この子ね、出た時めっちゃ嬉しかったですよ。めちゃくちゃ強いんですよね。これが多分今のところ攻撃力一番高いです。さあ、ということで、やっていきましょうか。いや、っていうか、ガチャさ、ガチャってか、正体のフリーズ率が半端なく高いんですけど、全然実況できねえ。まあいいでしょう。いや、新井さん。新井先輩だ。新井先輩だった。そうだった。ここでは新井さんっていう、あ、来た、新井先輩来た。あはは、あとは、だって可愛いね。あー、オーセルリアやつけて。あー、いいね。そっか、これさ、BGM でさ、なんかあれがあるんだよ。著作権とかいろいろあるから、ちょっとそういうとこ気をつけないといけねえな。で、フェネックも出ましたね。あ、可愛い。あ、可愛いね。あ、この BGM そうだ、これいけねえわ。ちょっと、後で変えよう。やっぱ可愛いな、ほんとに。フェネック。新井先輩可愛いよ。あれ、一緒だといつも、うん。あ、ダメだ。ね、この間ミキのみりんに怒られちゃったからね。ちょっと控えないとね。今日はちょっと控えよう。あ、かわいい。うん、また出た。うん、ね。わ、あ、もう仕草がいちいちかわいいんだけど。あ、もうやだやだ。あ、もう鳥肌立っちゃうくらいかわいい。いや、フェネックもね、いいよね。この、一応ね、フェネックもね、俺の個人的には好きなランキングで上位に入ってましたね。まあ、この間、ちょっとね、いろいろとね、賛否両論ありましたね、この間のランキング付け勝手にやったの。まあ、いいでしょう。たまにはそういうのもありましょう。で、戦闘なんですけど、あ、まあ、あと、トキもいますね。トキはもらいました。はい。おぉ、フェネックさすが強えな。いや、ちょっとじゃ、そうそう、このさ、相性とか相変わらず俺ちゃんとね、判断してないっていうのがね、書いてあるからね。まあ、今回はこう、なんか行きましょう。この子が強えだよ、マジで。この子の連続攻撃がマジ好きなんだけど。かわいいし。このちょこちょこちょこってやるとね、めちゃくちゃダメージ入るんですよ。これが強えだよ、デグーちゃん。あ、これこれマジで強えんだけど。まあ、今、多分だけど、攻撃力も、ま、全体的にやっぱり、今、スナネコ、俺も一番、一応、スナネコちゃんが一番、ね、強いんですけど、だけどね、このデグーちゃんのこの連続攻撃がなかなか強くてね、もう好きですね。結構強くしちゃいます。これね。こういう系の攻撃好きなんだけど。あー、もう可愛いしね。これも可愛いよね、デグーちゃん。
好き好き。これは多分ね、この、また今後ね、獣グレンズ好きなキャラランキング、獣スリーバージョンでやろうかなって思います。でね、やっぱりこのデグーちゃんは上位に入る、多分、あれだと思います、本当に。まあ、いいね、本当に。まあ、トキね、トキもこれ相変わらず。なんかさ、こう、獣グレンズ3になってから声優さん変わっているフレンズいるよね。まあ、いいでしょう。そういうのもまあ、良さもあるよね。ちょっと待って、これ強えな。なんだこいつ。めちゃくちゃ、見たことない。アフリカニシキヘビ。いや、めっちゃ強えんだけど。まださ、俺、低レベルの方だからさ、多分フレンドもあんましそんな強くなってないと思うけど、強いぞ、個人的にこれ。あ、かわいいね。あ、かわいいね。あー、おとといじゃなくてかい。あらず、あー、未来かわいいね。あー、もうしぐさかわいいね、ほんとに。てか、これまた BGM あるだろ。これ、いちいち編集しなきゃいけないが、あ、こっから大丈夫か。さ、公開のために巨大セリフを警察するという、うかいね。それより元大さん、あーかわいい。あー、ダメ、発狂しちゃダメ。アンフェニックかわいいね。あー、いいよね、このさ、俺の個人的な好きな獣フレンズのフレンズキャラランキングの上位2人がいるっていうのは、あーかわいい。あー、やべ、よだれてた。よだれてちゃう、危ね。あ、かわいいね、フェニックのこの、ニコニコしてんのもかわいいね。なんだよ、この2人のかわいさ。大変だったしね。グヌヌ、あ、でもグヌヌかわいい。かわいい、かわいい。あ、またセルディアンでやがって、おめえら、なんなんだよ。だって、あ、かわいい。かわいいね。おらいさん。なんだこの2人は、もう殺す気だろ、俺も。かわいいな、ほんとに。よっしゃ、戦闘だ。いや、っていうか、いつもさ、メインストーリーでさ、オートにして戦ってたからさ、ちょっとツケが回っちまったな、これ。全然、まだちゃんと理想的な形で攻撃できてねえわ。まあいいでしょう。ちょっとこのニシキヘビどんくらい強いんだ？どんなんだ？お、強え。わかんねえけど強えわ。うわ、これは S だ。この子の性格 S だ。いや、やっぱデグちゃんが強えわ。これ、レベルさ、まあ、あいつ、お、強え！うえへ！ 8000 くらっちゃ。やっぱ強えな。でもさ、ちょっとデグちゃんでも、意外と勝ってるよね。わかんねえけど。お、強っ。なるほど。ちょっとまだあれだよね。なんか理想的な形じゃないよね。この戦い方が俺の。もうちょっと考えないといけねえよな。まあいいでしょう。なるべく、おう。いや、トキがな、ちょっと攻撃力今んとこ低いよな。てか、星さんだもんな。トキや。で、まあ、いろいろとやりてえけど、前もうバラバラですけどね。もう、とにかく進みましょう。ちょっと、携帯の容量も限られてんだよね。どんどん進みたいです。はい。とりあえず勝ったよ。うん、勝ったよ。あー、スナメコちゃんが1位だよ。かわいいよね。スナメコちゃんもかわいいっす。やべ、スタミナがねえや。さ、じゃあ、行きましょう。アライさん出たよ。アライ先輩だ。で、ちょっと待って、どっちかがこれでいいか。はい。回収させましょう。あー、ついにアライ先輩直接食いますよ。あー、やべ、おかしい。赤い、かわいい、かわいい、かわいい。いつ見てもかわいい。かわいいために実業偵察してくれるな。ありがとうございます。一旦落ち着いて考えよう。私さっきは逆方向って言ったけどね、それ私たちサンバルとミライさんがいたから4人だね。うん。4人がね、まさに逆。あ、そういうことか。ふむふむ。あ、かわいいね。ああ、もう。てか、これまた編集しなきゃいけねえか。うん。ちょっとめんどくせえな。もう、結構時間かかんだよな。ああ、かわいい、かわいい。もう、俺がどんどん、やべ、やべ、ちょっと、痙攣してきた、手が。あ、やべ、やべ。大丈夫だ。うん、まあ、そういうことでいいんじゃないかな。うん。フェネック見るとあっちにするギアン、またか、そうだな、あー、そういうか、赤いな、もう。あ、やべ、俺どんどんあれだな、これ評判下がるかもしんねえ、ほんとに俺自身の評判が落ちる。さあ、赤いね、デグちゃんの声も可愛いよね。じゃあ、新井さん、行くか。赤いね、新井先輩、可愛いよ。スナメの子何言ってた今。かわいい、ほんとに。しかも、これ、ユーに特性だって。絶対使う。あー、もう、どうしようかな、この後。今度いっか。あ、いけ、トキー、そうか。まあ、いや。あ、かわいい、強い、強いって最強だろ。なあ、そうだよな、トキーな。欲しいよ、もう一匹欲しいな。まあ、でも、一応、トキーも使えるだろ。うん。なんかさ、でもさ、星3でも星2でも強くなれるっていうみたいだけどさ、星4と匹敵するくらい強いとか聞くけど。あー、どうしよう。これでか。
アニメちゃんのこのキックくれ。うわ、1枚いった、やったぜ。1枚いったぜ。いやーくそ、相性が悪いな。一緒、うわ、まあまあ死ぬことはないでしょう、多分。あ、もうこれ新井先輩でいいだろな。あ、まあいいや、ちょっとな。あー強い、うわ1枚強い、強い。新井先輩強すぎる。なんで強いし可愛いとか卑怯すぎだろ。もう、あ、そっか、最後に倒したから。おっしゃー、あー、そっかそっか、じゃあよかったわ、あれ使わなくて。まあていうか個人的に今のところ好きなキャラしか、フレンズしか入れてねえからね。あー、かいばっか、かいで、うん、モテルール大使もあなた、うん、かいね。あ、またこの BGM か。うん、誰かの声が聞こえやんとしたんでさ、うん、新井さん、昔、なんだっけ、この間の実況で俺、フェニックのことなんつってたっけな、あの、千と千尋だ。そうだそうだ、そんなこと言ってたわ。こんな、うん、新井さん優しいね。優しいよね。うん、新井さんも性格も見た目も全部優しいよ。まあ、実際の新井グマって、確か凶暴なんだけどね。確かね。うん、それは、そういう情報はあった。どこ、あ、かい、今の何、今の向き方。あー、もう、おい、出てくるのだ。うん、ぎゃ、あー、なんてことしてくれてんだ。誰だ、誰だ、ぶつかったの。いったたたた。ごめん、夢中になって、ちゃんと前も見てなかったよ。お、ほんとにごめんね。じゃあ、私はこれで。おろ、サーバルちゃんねーの。サーバル、顔も何この表情。サーバル、フェネックがこんな顔するとは思わなかった。あー、なるほどね。これ長いな。ちょっ と一回やめるか。そうだな、ちょっとこれでガッチャーでも引くか。ラブリー、若いやが欲しいな。アルパカ若いやめっちゃ可愛い。これは欲しいっすね。さあ、まあ、スナネコ被ってもいいっすけどね、強くなれるみたいだから。さあ、よし、フリーズしない、よし、フリーズしない、いいぞ、頼むから出てくれ。おっしゃ、来た、頼む。いやー、アルマジロちゃんかい。まあいいでしょう。いやー、フォトはいらね。いやー、フォトはいらねえって。なんだよ。いやー、フォト率高えな、おい。いやー、もうやめてくれ。なんでフォトこんな、おおおお、なんだなんだなんだ。星4のフォトかい。いいのか、当たりか、これ。いやー、出た、お願い、頼む。だー、しましまちゃんだー。もう、でー、フォトかい。いやー、フォト、フォトやめろよ、フォトフォトやめろってんだな。頼むからフレンズ出て、来た来た、フレンズ、あー、ダメった。うーわー、これもう爆死ではねえけど、なんだこれ、星4のフォトとか出たらキリがねえんじゃねえかこれ。にゃー、くそ、新しいフレンズ欲しかったな、チッキショー、プンプン。さ、ということでいよいよラストですね、これで。寂しくなりますね。まあいいでしょう。もちろん新井先輩使っていきます。最後は新井先輩ね、行きましょう、もう自ら行きましょう。あーし、あー、なんだ、こんなの、こんなの全然。あ、かわいいね、もうデカセルリアンとか言い方がかわいいんだよな。あー、見せてやれ新井先輩、新井先輩、いついつ、慌てるの、あー、かわいいな。なんだよこの言い方、あー、かわいい。はいよ、わかった。ん、やっぱね、新井先輩はいつになってもかわいい。小さいのがいるのか、しょうがねえ。新井先輩、うるしろしろ。なに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 、うーんと、じゃあ、10数えたらせーのって、あー、かわいい。あー、だ、新井さんと数えた、かわいすぎる。私も数えたいよ、だって。じゃあ、急いで数えた、あー、優しい。やべ、喉痛くなっちゃう。あー、かわいいね、もう。あー、かわいい。あー、もう。なんだよこの仕草。もうかわいいね。フェネック気づいてた、フェネック言ってた。そうだね、でも言ってたんだよね、言ったさ、そうだよね。あー、なんだよお前、こっちも来た。かわいいね、新井先輩、もう飛び出していいの、まだ線乗っていってないよ。そうだね、あ、分かったから、もう飛び出すな。あー、かわいい。そうだな、あ、かわいい、もうちょ、あ、やべ、喉が疲れた。あ、ちょっと待って、やべやべやべ、手がしびれた、手がしびれた、ちょっと待ってくれ。おーっと、強敵ですかい。おいおいおい、どうしようか、とりあえずあれ貯めよう、あのミラクル貯めよう、一匹倒せればいい。とりあえずあいつの猫ちゃん、ケケケケ、あー、やっぱ食らわねえな、相性不利だよな。そうだよな。いやー、なんだお前、おーっと、おい、結構やるな。いやー、さすがボスって言ったところか。で、どうしようかな、どうしようかな、どこへ洗いさん使うか、いっぱいやられちゃった。いイエーイエーおっと、こいつは違うのか、また属性が。いやー、やめて、いじめないで、新井先輩を。あ、うー、トキ死んじゃう。やべ、ただここでミラクル溜まったから。あ、これいいね、相性いいし。これは強いぞ。いけるぞ、これ。いけや、おら、うまい、さあ、いけ、アミメちゃん、お前の力を見せてやれ。アミアミスタッシュ、待って、あ、い
ゃねえけど。いや、つえーわ、みめちゃん、さすがここぞっていう時に使えるのだな。よっしゃ。おっしゃー。あ、この BGM が。あ、かわいいね、もう。あ、かわいいね。あら、いい先輩もベネックもサーバルもかわいいね。誰こんな子いたっけもうやべ、忘れちまった。あ、もうかわいいね、もう、本当によ。なんなんだよ、この3人は。もうね、みんなね、好きなキャラランキングにいたからね、もう、かわいくてかわいくてね。もう。でもさ、これやっているうちにさ、獣フレンズ3やっているうちに他のさ、好きなキャラ出そうだよね、もう個人的にね。な、もう、デグーちゃんは多分上位に入るわ、今のところ。んで、ちょっとね、アルパカー3がさ、ちょっと声変わっちゃったことで、ちょっとあれだよな、ランク下がっちゃうかもしんねえけど。まあ、あれもあれでね、いい感じだからね。いいでしょう。うん、さあ、なんだこれで。ジャングル晴れ今日は新しいサーバルに出会ったのだ。そっか、これで新井さんは新井さんと携帯を作ったのだ。あー、かわいいね、最初は新井さんなのだ。あー、もうかわいすぎる。あー、タイトル、新井さんと携帯はでっかいセルリアやっつけたのだ。あー、もうかわいいね。もう山向けたぞ、いて待ってこれからルビカレアに入るんだ。あー、そうですか。わ、新井さん何してるの？うふふ、あー、もうかわいいな。もう何この顔、笑顔、この笑顔はこっとかわいいな。西、あ、そういうことか。あー、なんかいい BGM だな、これ。体調は西洋かから、そっかそっか、なるほど、かわいいな。あ、そうなの、西の名前を書いてなかったのだ。最初のページにちゃんとこの西の名前書くのだ。西に名前はあるのかい？もちろんなのだ。あ、かわいい、ちゃんと決めてるのだ。かわいいな、もう。新井さん、体調西なのだ。そうかそうか、それでか。あ、え？一緒ってことは。あ、ちょっと待って。おーおーおお、新井さん、ぬいぐるみ、やった、これは。わあ、でっ、あ、これまだ続きあんじゃん！なんだ！マジか！ちょっとそれは携帯の容量持たねえわ。ごめん。さあ、ということで残りはどれだ？これ、これか。フレンズか。フレンズあんまし好きなキャラいん、いや、フレンズいねえな。せめてじゃあ、大陸狼かな？出てほしいっつったら。な。お！やった！確定出た！やったぞ！これ確定でしょ！え？ちょっと待って、大陸出ねえかな？マジで。マジ？やった来た！お！星は出た！大丈夫？あ！ちょっと待って、ヘラチカか！あー、まあまあ、うわ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 、すげえ、なんだこれ、いや、っていうか、ヘラジカ、ヘラジカ出ちゃった、マジか、うわー、一番ちょっと待って、ごめんね、好きな人には申し訳ないけど、俺、キャラランキングでも下位なんだよね、ヘラジカは。いや、マジで、せっかく出たのにな、てか、もう一匹出ねえから、なんか出て、他にもなんか出るだろ、うわー、他になんか出ない、おっしゃ、来た、頼む、じゃあ、もう、またお前かお前かよ、またよく出るな。いやー、フォトか。にゃー、にゃー、フォトか。ちょっと待って、もう一匹くらい出ねえかな。お、来た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 、頼む、にゃー、くそー。ねー、お、来た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 、いけ、頼む。じゃ、にゃー、シマウマか。うわー、いや、ヘラジカ、うわー、これ、喜ぶべきだよな。喜ばないと、ちょっと申し訳ねえよな。いや、っていうか、やっぱな、こう、なんかね、これ、ガチャあるあるなんですよ。好きなキャラ出てる来いって言ったらね、大体ね、欲しくないキャラが出るんですよね。まあ、そういう言い方悪いですけどね。にゃー、これはちょっと複雑な気持ちだな。ヘラジカですか。で、この機会にちょっとヘラジカ好きになれないか、ちょっと、ちょっと触れ合いしよう。ヘラジカ好きになれるように。あ、こんにちは。何か困りごと？あー、別にないです。いやー、君が当たっちゃったことにちょっとあれだったかな。やっぱり角が気になるかい？あー、大きいでしょう。そうだね。あれ、なんかちょっと声控えてるか。もうちょっと一個一個しよう。もうちょ、え？こういう時はどう反応すればいいのかわからないな。いやー、ニート大好きって言ってくれれば嬉しいかも。あれ、なんかちょっと声あれだよね。あれ、これ下手すると獣フレンズ3やることでなんか嫌いなキャラも好きになっちゃうタイプがあるんじゃないかこれ。いたいた、スナネコちゃん。やっぱね、俺、この子が大好きなんでね、この子を触れ合うとね、もう興奮しちゃうかもしれない。さあ、一個一個してあげるね。あ、一個一個しようね。あ、一個一個。え？一個一個だね。あ、一個一個。ふわふわしていて、気持ちいいでしょ？うん、かわいいね、もう。あ、ニコニコしてる。まあでも、新井さんほど発揮をしないけどね。うん？とても楽しそうです。うん、もちろんその通りです。もうね、可愛くて可愛くてね。いやー、まあ満足だね。よし、じゃあまあヘラジカ強くするかね。さあ、もう最近どうですかね。ちょっとフリーズしないのを祈るしかねえな。これね、10連引いたらね、フリーズしました、この奇別なね。もうね、ちょっと
ちょっと今回ペパプね、これ4倍なんですよ。これをね引きたいと思います。もうめちゃくちゃ食べましたからね俺。いや、てかメインストーリーやっぱたまりますね。はい、うわっ、来た、やったーやったぜ、確定した、頼む、来てくれペパプのメンツ頼む。え、マジ来たー、お願いだ。え、あ、違うよ違うよ違うよ、ちょっと待って、待って、なんで、おったー、頼むペパプ、なんで違うよな、どこで出るんだ、どうと、なんだ、おーおーおおと、フォトフォ、なんでこれ、なあれ、ちょっと待って、これフォトの確定っていうのもあるからか。え、ちょっと待って、あ、来た来た来た、頼むペパプ、違う、待って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 、今の、ちょ、びっくりした、嘘だわ、ペパプじゃねえの、なんで、は、そんな確定演出するの、フォトで、はは、いや、ちょっと何これ、あー、体調、体力80、強っ、待って、これ、普通に強くねえか、ちょっと待って、なんか軽くぶっ飛んでること書いてあるんだけど、これ、普通に強いんだけど、何これ、こんなことあるんだ、すげえ、もう一個は、もう一個これ、アクションのダメ、あー、まあ、これは、まあ、普通、あ、体力高えな、いや、強っ、まあ、これ、喜ぶべきなんか、いや、っていうかさ、フォト出るんだって、あれさ、ペパム4倍でしょ、なんでフォトが出るんだよ。ちょっと、マジっすか。また貯める、どうしようかな。いや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 、これ、喜ぶべきなんだ、そうか。いや、これ、ちょっと大変だな、貯めるの。あと、1000個も貯まるか、これ。もう、1000個貯まれば多分ね、確定なんでしょうね、この10回、10番目のやつな。いやー、そうか、じゃあまた貯めるか。